お願い、こっちに当て。あ、サボるのバカ。はい、皆さんこんにちは。それでは妖怪ウォッチ3やっていこ、行きましょう。まさかね、本当にセラピアーズが問題解決のキーになるとは思ってなかったですよね。ということで今回はボス戦からのスタートでございますね。よし、行きますよ。よし、こんなキモいやつ負けないわよ。ちょっとちょっと、何盛り上がっちゃってんの。もう何でもいいから、あんな気持ち悪いやつ早く倒して、こんな世界から出てやるだり。気持ち悪いですって、もう我慢ならない。うごー、だだにー、キャラが変わった。だに化けの皮が剥がれたよね。よし、一緒に片付けちゃうよ。行くよ、セラピアミズラ。うん、私たちなら勝てる。おっしゃ、ボス戦だ。これ初めてですね、ムンちゃん編になってボス戦。妄想モンモン、よし。そう、モンモンすると思いますけど、モンモンさせていこうよ。タタ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 。どこ狙えばいいんだろう。あ、ちょっと待って、あ、やばい。お、これで妄想をどんどん消していけばいいのかな。よいしょ、ほう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 。お、妄想で食べ物を生み出す。あ、やばい、これ、あ、回復しちゃうやつ、よくない。よいしょ、お祓い。よいしょ、オッケー。よしよし。お、で、今度はほっ、攻撃しろ。オッケー、オッケー。ねえ、ダブルおさわりって超ヘッチ。こっち何すんの。こっち、こっちに当て。お、超特急のマス、逃げろ。オッケー、怖い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 。怖い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 。よいしょ、おおおお。あー、怖っ。よかった、避けて、避けてよかった。うっちゃり毒が。ああ、こういうの効かないのかな。あ、ありがとう、いいものクマ、ありがとうクマ。まだいけない。よいしょ、ちょ、じわじわ削っていこう。あ、やばい、またモンモン、モンモンが妄想してる。こっち。オッケー。お、でもなんかだいぶ4割ぐらい削れてきましたね。てめえ。はい、被害妄想って。ああ、よいしょ、ほい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 。オッケー。あー、ダブルおさわり。ここが回復する。あ、まあまあまあ大丈夫でしょう。まあ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 、まあ、え、ちょ怖い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 。よいしょ、お花畑の妄想。なんか大ダメージきそうだね。あー、あー、よかった。あー、よかったじゃない。あっちの方が先か。うおー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 
うおーうおー怖え怖え。はい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 。よいしょ。やばい、モンモンがまた妄想してる。やばい、なんか来るぞ、なんか来るぞ。これやばいぞ。やばいやばいやばい。よいしょ、こっち。オッケー。こっちに当て、こっちに当て、お願い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 。こっちに当て。あ、サボるなバカ。よし、ナイスナイス。いいね。おお、地面剣。お、フォースバスター正面直線を直撃。ドラゴンを乱す。あー、やだ。うおー、ないない、これ大ダメでしょ絶対。あー、うおー、怖えー。ちょっと待って、ちょっと待って、やばいやばい。よいしょ。ほうほうほう。お、よしよし、ほう、いけいけ、バスター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 。よいしょ。はい、こっち攻撃して。よし、ナイス。痛いです。よしよしよし、回復回復してる回復してる。よし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 。あ、縦線に来るか。やばい。あ、大丈夫でしょ、大丈夫だよね、大丈夫。うわー、オッケー。うん、でもだいぶあと3割ぐらいだね。うん、お願いします。よいしょ、はい、よし、ナイス。痛いです。よいしょ。もうステータス下げる系効かないのかな、それやだよね。よいしょ。よし、ナイス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 。いいね。よし、移動。よいしょ。あ、あとちょっとあとちょっと。あとウサピョンの必殺技1回で倒れそうだな。よし、来た。いいね、ちゃんと避けたよ。あ、あ、ふぎ姫ちゃん、あ、なんか来た。フォースバスター。何？でもこれで倒れるんじゃないかな。やったー、倒したー。あー、お疲れ様でした。10分ぐらいか。はーい、バッチリレベルアップ。あ、プリティリングっていうのをゲットした。よっしゃ、やった、私たちの勝利だ。あ、キヨちゃん、あれ、みんな、もう別れみたい。そんな、こんなことって。何？妄想世界が崩れていくだに。ありがとう、セラピアミソラ。おー、
想世界。ありがとう、ありがとう、セラピアーズ。よしよし、見事に解決したようだな。調子堂のおじさんついてこい、お前さんたち、お前さんたちにいいもんやろう。わあ、いいもんってなんだろう。いいもんだに、なんだろうね。お、お前ちゃっかり来やがってよ、後ろから。許さねえぞ。探偵事務所を探しとっただろう。ここなんかはどうだ。どういうことだに。そうだ、ここはわしの倉庫だが、特別にタダで使わせてやろう。あ、やった。なんで、本当ですか。やった、事務所ゲットだぜ。まさか本当に事務所が手に入るとは。やった、よかったね、バブー。あ、ごめんごめん、アンビリバボーの存在すっかり忘れてた。で、君は一体妄想世界で何をしていたのかね。バブバブ。え、なんだに。ふんふん、なるほどだにね。青葉で変なことが起きてるって噂を聞いて遊びに来てたんだそうだに。それで楽しくなってはしゃいでたはいいけど、妄想世界に引きずり込まれそうになってた、なってたんだそうだによ。あ、そういうことだったの。あ、あ、はい。おお、名探偵がよく着てたあの服だ。お礼にどうぞ、だそうだによ。お、なかなか様になるじゃないか。うーん、あと相棒の見た目かな。あ、なんかやってくれんのかな。ダニバブー。あー、ナメキチ。ダニブハッ、チョッチ、ナメキチさん、ふざけるな、ダニー。てめえ、すぐ元に戻す、ダニー。バブー、な、何言うまで笑ってるだに。バブ、あ、こら、てめえ、待つだに。よっしゃ、ということで、ここも第3章終わりかな、ムンちゃん編も。さて、次のお話は、ふうさぴょん、見てみて、探偵社のポスターできたよ。ホームページまで作ったのか。定番の虫眼鏡かな。おい、あ、それと名刺とかもあった方がそれっぽいかな。形から入るね。少しは探偵らしいことしろだに。しろだに。第4章、探偵地下街のスクープ。お、よしよしよし、どっちも第4章入りましたね。じゃあセーブします。さて、冒頭やりますか。青葉原不思議探偵社。あ、掃除してる、ハクが。超暇なんですけど。ダニー、依頼一つも来ないダニー。いらっしゃいませんね。こんなはずじゃなかったんだけどな。お、これはランニング来たに違いないよ。どんな難事件が待ち構えてるのか、ワクワクが止まりませんな。いらっしゃいませ、ダニー。はい、ということで第4章、探偵地下街のスクープなんかまたナイトスクープをもじってそうなタイトルやな。よ、うまくやってるか。なんだ、依頼人来たって思ったのに、おじさんか。テンションだだ下がりだに。はぁ、依頼人来ないかな。なんだ、そんなこと言っていいのか。私が心待ちにしとる依頼をわざわざ持ってきてやったというのに。マジっすか。やだな、おじさんってば。それを早く言ってくださいよ。調子のいいやつだに。一体どんな依頼なんですか。ホタル捜査、怪盗との対決、それともそれとも。まあまあ落ち着くんだ。依頼の内容なハクに伝えておる。あいつから聞いてくれ。あ、そうなんだ、ハク。
いつの間に？あ、うん、キークエストをやっていくわけですね。お月見不思議探偵社には様々な探偵依頼が舞い込んできます。この依頼を受けて調査し解決する、それが探偵クエストです。依頼人からの探偵依頼は助手である私がまとめておきますね。依頼を引き受けたいときには事務所でこのハクに声をおかけください。引き受けた依頼は妖怪パッドのクエストアプリで確認してくださいね。探偵クエストやジュースのナビもできますし、目的文書の切り替えもできますよ。おー、ということで、クエストを見ましょう。おはようございます、探偵依頼をご確認くださいませ。お、女の子、これか。桜住宅街にいる依頼人の女の子は困っているようです。不思議探偵社初めての依頼、気を引き締めて参りましょう。よし、じゃあこれ受けますか。はい、よし、じゃあ目的地ナビも。女の子が困ってる、これは仏の間にね。詳しい内容は桜住宅街にいる本人から聞くしかないようですね。よし、そうと決まれば急がなきゃ。行くよ、サピョン。大丈夫だに。よし、じゃあ行きますか。はい、じゃあ依頼をやっていきましょうよ。こちらがお月見不思議探偵社ですか。お、またしても依頼お待ちしておりました。来た来た。いえいえ、彼は依頼人ではありませんよ。私の友人の雲海鏡です。雲海鏡、いや鏡なら間に合って。ペロン、私の能力はワープです。ただの鏡ではございません。ワープ、マジすか。これからいろんな依頼を受けていくと町と町の行き来も大変になるでしょ。そんな時に友人である彼らの力でワープができると便利かと思いまして。さすがハック、人脈広い。どっかの小動物と大違い。ダニ、大違い。2回言うな、ダニ。ただ私、雲海鏡の知り合いは2人しかいませんから、事務所の前とムーンさんの部屋2カ所だけのワープとなりますけれど。平気平気、2カ所だけでもへちゃらだよ。準備はできてますよ。私を通ってあなたの部屋までお帰りください。やったー。え、もう帰れるの。ありがとう、ハック、雲海鏡。いざ人生初ワープ。よし、いざ人生初ワープだよ。はい、ワープだよ。どんな感じなの、ワープって。くすぐったい、どんな感じ。お、青葉に構えたんですね、事務所。来たぞ。いや、生きてたらワープできる日も来るんだね。普通は来ないだに。よし、それじゃ張り切って、張り切ってダラダラしますか。依頼やるだに。じゃあ依頼をやるか。依頼やりましょう。あ、でもまあ時間的にそろそろいいかもしれないな。じゃあ今回ね、ちょっとここで終わりにしようと思います。じゃあ次回はちゃんと依頼をやっていきますのでね、よろしくお願いいたします。はい、では皆様、最後までご視聴いただきありがとうございました。